あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝は明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。<laughs> 引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。 さて、まず株と株性の値動きをお伝えしておきます。現地15日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価ですが、前の日と比べて280ドル83セント安い3万1874ドル57セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は5.90ポイント上がって1万1434.05でした。一方、円相場1ドル133円40銭付近で取引されて おりますでこれ、取引時間中は700ドル近く下げていた時期時間帯もあったということなんですが、まあ、その要因として挙げられているこちらのニュースを取り上げますアメリカ・シリコンバレー銀行の破綻でクレディ・スイス株急落。 15日のヨーロッパの株式市場で一時、スイスの金融大手クレディ・スイスグループの株価が前の日と比べて20%以上下落しました。アメリカシリコンバレーバンクの経営破綻を受けてヨーロッパでも投資家の警戒感が強まる中、クレディ・スイスへの追加投資をめぐって筆頭株主が否定的な姿勢を見せたと報じられ急落につながっております。 はいえー、これ、筆頭株主はサウジナショナルバンクなんですね。そうなんです。この資本の国際化を通じてですね、はい、株主、多国籍化しています。で、その中でヨーロッパの金融機関で、これ、スイスの銀行であるというところに注意が必要で、はい、いわゆるユーロエリアではないんですね。 そうかスイスはスイスフランっていう別の通貨だとで,でさらにあのヨーロッパ共通の銀行規制等も適用されない、はい、うーんなるほどでスイスの銀行というのは伝統的にやはりあの、えー、資産家世界の資産家のお足を扱うというか、はい、お金を扱って運用するという部分がありますのでへえー で、それにしてもちょっとクレディスイス、経営危機や合併、その解消を等を続いたので、はい、株主構成がこのサウジナショナルバンクに偏りすぎてるんですね。で、えー、よく安定株主という言い方をしますけれども、はい、例えばオーナー一族が、あまた創業一家が、まあ、半分近く株を持っていますよ。これはこれで安定してるんです。ええええ、いきなり売ったりしませんから。 その一方で1%未満みたいな株主がドバーって並ぶ。はい。これも安定してるんです。彼らが一斉に同じ動きをするってことはまずないんですね。うんで、一番まあ危ないといえば危ないのが、はい、投資目的の株主が、 最大株主になってしまう。そうすると、投資案件としての魅力があまりないと思ったら、今回の場合であると、追加の増資と言いますけれども、投資をして、経営を維持する、または拡大するというのに、筆頭株主が否定的になると、それでもう手詰まりになってしまう可能性がある。 で、えー、これ、折しもですね、皆さんが大きく株式市場が動揺したのは、はい、アメリカで地銀が破綻して、うん、で、その影響が欧州に飛び火するっていうのは、これ、リーマンショックの時に非常に近いパターンに見えるんですね。 実際はまだ不動産絡んでないのでそこまで<ー>、えー。まあ、あとはもう一つはえ波及したのが、はい、ヨーロッパのユーロエリアの銀行ではなくてスイスの銀行であるということで、まあ、違うんですけど、やっぱみんなリーマンショックっていうのは頭をよぎった。そうすると、おまあ一部投資家で、 株を今のうちに、まあ利益出てるうちに乗ってるうちに確定させたいという動き出ますんで、全面下げになったわけなんですけれども、まあ実際そこまでの不安要素なのか、実は今回は波及はそこまでしないんじゃないか、あともう一つは、今回、まああの世界的にもですね、この連鎖破産、金融危機を 防がなければいけないというのはかなり意識されてるので、ちょっと戻してきたりいいっていう動きもあるんだと思うんですけれども、この海外の、しかもえ数少ない預金者とか株主に支配株主になると、こういうことが起きるんだよっていうのを、まあ同時にちゃんと把握しておかなければならない。なるほど。で、やっぱりあの、 世界中から資本を集めてますっていうと、一見安全だったり、多様性があって安定するかのように思われるかもしれませんけれども、はい、うんさっきのお、ま、地方銀行も、大口の預金者に頼ったことが、その大口の預金者が、いやもうこれだめだと思ったら、急に危機になる。うん、で、スイス銀行、あじゃあクレディ・スイスの場合も、はいえー、やはりですね、 えー、特定の株主、しかもオーナーでもなければ、うん、まあもちろんあの、えー、関連会社でもないところに、まあ、資本構成頼ると、不安定性はむしろ増すんですよね。 これ、IMF ・国際通貨基金のチーフエコノミストもやっていたオリビエ・ブランシャールという人が、ツイッターで指摘していたんですけれども、この、まあ、クレディ・スイスの話なんかも含めてだと思うんですが、はい、ストレステストっていうのがあんまりこういう場面では役に立たないかもしれないよねという指摘をしていて、うん、確かにこのクレディ・スイスも、あの自己資本支率なんかで見ると、うん、あの結構健全だと10、10%超えてるみたいな数字が出たりとか、はいはい、あと、そのーシリコンバレー に関してもこの銀行の場合は今度小さすぎてストレステストの対象じゃないんだという話があってそうするとこう規制とかっていうのもちょっと今までとは別の視点が必要なのかもしれないですね。はい、えー。オリビエブランシャールといえばですね。はい、私大学院生の時は僕らの世代だと必ず教科書がブランシャールああそうだったんですか。あの懐かしいんですけれども、うん、あのそれは関係ない、えー。ただストレステストというのはあくまでも資産、はい、つまりどういうところに貸し付けているのかどういう資産を持って 持っているか、うん、なんですね、はい、で今回のクレディ・スイスの場合は、えー、まさにその自己資本に当たる部分、えー、資本を提供している人の不安定性なので、これを、ま、事前に防ぐ規制というのが、どの程度必要なのか、はい、私は実は疑問を持っている方で、むしろこういう時に、中央銀行がスピーディーに救済に入ることができる体制。 こちらの方が重要度高いと私は思ってるんですね。で、どういうことか、えー。中央銀行は銀行の銀行と呼ばれます。はい、で、えー、これっていうのは、えー、最終的に銀行経営に短期的な不安が生じたときには急、急速にその銀行に貸し付けて、事態の収集を図る。で、えー、こういったスキームをー素早く発動できるかどうか、まあもう実際、 えー、急ぎ、スイス中央銀行は動き始めていますので、この動きによって安心感広がりつつは、今のところ、今回の危機についてはあるみたいですねうん、うん、うん確かに一時は700ドル近く下げたダウが、その後戻したっていうのは、そういうニュースが伝わったからだともいわれています、うんえー、ニュース7時またぎです。 え中央銀行の救済策というお話がありました、うん、これ、なんか、それこそあの昭和恐慌の時に裏が真っ白なインフルったりだとか、はい、そしてツイッターでもお話題ですけれども、はいえー、豊川親金事件というのが、<ー>まあ豊川親金事件っていくつかあるんですけれども、はい、えその中での取り付け騒ぎの件とか、そういったところが頭よぎるわけなんですけれども、銀行 というのは、あはい、皆さんからお預かりしている預金ほどには、うんえー、現金持ってませんと。うん、現金引き出しが急に集中すると対応できないことがある。はい、で、現代であれば、現金を引き出すっていう人以上に他校の口座に移すっていうことになったとき、うん、そういうときには、 日銀当座預金という、各銀銀行行行が日本銀行に持ってていいる口座をを通じて振り替えます、うんうん、そうすると、どん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 他行への振り替えばかりになると、はい、日銀当座預金が尽きてしまう、うんうん、なんていうときに、これが短期的な流れだと、はい、一時的なものだって思ったら、中央銀行は、その銀行にお金を貸すことで支えるんですよね。うん えこういった機能を重要視されるわけなんですけれども、はい、えこの豊川親近事件、えー、というのはどういう事件か。うん、これはあ、まあ、電車の中での高校生の噂話で、えーはい、豊川親近が危ないらしいと。 危ないっていうのが、はいあの、なんか銀行強盗とか入って怖いんじゃないのみたいな意味だったらしいんですね、最初はそ。そうらしいですね、1970年代ぐらいっらご時世的にそういうことが結構事件としてあったからっていうのが、経営が危ない っていうことで、無限伝言ゲームにが始まって、取り付け、みんなでお金を引き出しに行っちゃうってことが起きた。この噂研究の中では最も重要視されてる。コミュニケーションのなんかで必ず出てくるやつなんですけれども、とは違って、今回、各アメリカの地銀、そしてクレディスイスの場合も、大口の預金者とか大口の株主、 で、えー、今回の中でもサウジの件というのは今,今後の経済安全保障を考える上で非常に重要なポイントを提供していて、はい、例えばあ、この資本の支配的な提供先主要株主が大変言葉が悪いんですけれども<え>悪意を持ってこういうふうに資本が引く。<laughs> はい、っいことが、今回の場合は単純にあの、えー、投資等の問題であるうんっていうふうに言ってるんですけど、どこまで本当かも分かんないですけど、ね、いや、確かにその、ね、タイミング的にね、うんあの、サウジアラビアがイランとの間で国交を回復するんだと、うん、でそれを中国が仲介した、両方とも産油国でもあると、うん、で今までのこのドルの信用っていうのが、うん、石油を決済するにはドルだよねっていうところの信用から来てたから、うん、えっ これってことは、人民元にシフトするのかだから、そういう想像しちゃったんですよ。あの、まさにですね、ええ、あの、今回の場合で言うと、その外交 OK の発端じゃないかっていう噂が、パーッと回ったのも大幅な下げの原因だと思うんですね。要はこれって、えー、要はあの、サウジを使って、はいえーま アメリカまたはヨーロッパ経済を混乱させようって話じゃないか。まあそこまでの話じゃないと思うんですけれども。うんえー、これはちょっと陰謀論に行き過ぎですけど、ね。そです。でも、うん、そういう噂がかけず駆け巡ると、はいえー、本当か嘘かわからないけど、えー、一旦ちょっと株売っとくかっていうところは出るんですよね。はい。なるほど<う>、ね。しかもアメリカで実際に銀行の破綻があったということなど、こう、やっぱり世の中にこう不安要素がいっぱいあるところに,に、ちょっと火つけてくる。 だからこそ、ですねこの経済安全保障ってハイテク製品の輸出規制とかっていう物、うん、物の話が中心だったり、えー、あとは知的財産権っていうところに注目集まりがちですが、はい、もっと古典的な金融資本関係っていうところにもな、えーまあ、何らかの国際的な規制っていうのが必要になってくると思うんですね。で 今回の場合はそういった外交的な問題ではないですが、はい、実際その、まあヨ、ヨーロッパとか、あとアメリカの銀行にできるかはともかく発展途上国、新興国の金融機関っていうのを資本によって、えーまあ、ある程度支配下に置いておいて。 確かにですね、資本と、あとは、うん、あの、フェイクニュースの組み合わせみたいなところで、うん、こういうことが起こってもおかしくない。不安定化しうるので、各国はですね、中央銀行がいつでもバックアップできる体制っていうのを作っておかなければいけない。逆に言えば、そういった体制ができていない状態で新興国が海外からの資本を受け入れると、その海外の、うんうん、下手したら、 外交上の方針転換によっていきなり国の金融部門が危機に陥るってことがあり得る。こういった可能性も考えて、え、行かなければならないし、その危険性っていうのは昔はもう陰謀論だって切り捨てられたけれども、それだけでは済まない側面出てきてると思いますね。おはようニュースネットワーク。 東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします。時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者の飯田康之さん。取り上げるニュースはこちらです。アメリカオースティン国防長官、無人機墜落受け、ロシア国防省と電話協議。国 海上空を飛行中のアメリカ軍の無人偵察機がロシア軍の戦闘機と接触し墜落したことを受けてアメリカのオースティン国防長官はロシアのショイグ国防省と電話会談を電話で協議をしたと明らかにしました一方ロシア側の発表では電話会談はアメリカ側の要請で実現したとのことです ロシア側は戦闘機とアメリカの無人機の接触を否定している、うん、ということですけれどもまあの典型的なあ国防における偶発的な事態というのが、はい、まあおそらく発生したんだろうなと。で、これ、米英側もロ側もロシア側も、はい、まあもちろんこれは故意ではないんですけれども、うんね、今回私、別に外交の専門家ではないんですけれども見ていて思うのが、はい、この電話会談と、うんお,まあ、お互いにお互いの 主張を、えー、否定し合うまで行かずに全然、はい、逆のこと言ってるんですよ、ぶつかってねって話と、ね <laughs> あの、もう間違いないって言ってるんだけれども、うん、だけれども、なんとなくそれ以上事態をエスカレーションしない,い,い、うん、ようにコントロールしていると。はい、で、これって。えっ今後無人機いい 党の活動というのは盛んになっていってるともっともっとこういうよくわかんない偶発自転的なえぶつかり合いっていうのは起きちゃうと思うんですね、えー、でその時米ローの間はまあ、それこそアメリカソビエトの時代から時代それが 本物の大規模戦闘につながらないような、うん、チャンネルっていうのをいろんな段階で気づいてるんだなと。ああ、今回は国防担当大臣同士みたいな。うん、国防トップ同士。これあの、うん、まあ、要はあの幹部級にも何十にもあるわけですよね。うん、だって、まあ、あ 今はともかくとして少なくとも米、ソの時代だったら、はい、偶発事態で戦闘が始まったら、ええ、第三次世界大戦なわけですから。はい、まさにキューバ危機の時それが意識されたわけですよね。で、それ以降やっぱりその、偶発的な事項を本物の戦争に結びつかない、つけない工夫っていうのを、両国で重ねてきていると。うん、さて中国確かになわけなんです。はい、この何十年にわたって、 でし作ってきたストッパーとかえーまあサーキットブレーカーじゃないですけれどもの仕組みというのがあアメリカと中国の間でどのぐらいできているのかえこういったところを今後やはり極東の体制っていうのを考えると 必ず今後、それは米中かもしれませんし、はいえー、もしかしたら日中かもしれない。で、その時にそれが本当の戦争に結びつかない仕組みというのを作っていく必要がありますし、これは今度は中国側から見て、本当の戦争はしたくないと思わせる力っていうのも必要なんですよね。日本側そしてアメリカ側に。同盟側にもと。えー、確かに。あの、やっぱこのニュースそ 国防で来たときに、まあ、もう一つ思ったことは、かつてその海南島でアメリカの偵察機に対して、中国の戦闘機が接近し、接触し、そして戦闘機が墜落した、うん、あの時に確かホットラインがあるんでって電話したら、誰も出てくんなかったみたいな話があったというふうに言われますよね。まあ,あれはまあ明らかにに意図的に無視したわけですよね当時の 中国、はい、まあ解放軍であったり中国政府だと、アメリカと本格的に対立する、まあ、力がまあもちろんなかったと。うんはい、で、えー、その外交ルートを無視したのもですね<ー>、えー、それによってアメリカがエスカレーションしないだろうと。う圧倒的にアメリカの方が強いんだから。はい って思っていたわけなんですがさて、今はっていうところに行くんだと思うんですん同じことやったらものすごい疑心暗鬼を生むわけですよね。そうなんです、す、えー、だからこそ、まあ、アメリカ側は,は今回、歴代最大のお国防予算、はいえー、を編成しています。いかにして、えー、間違ってもアメリカと本格戦争状態に入りたくないっていうふうに思わせることも国防だし。 で、えー、よくですね、防衛費を増やすことが相手を刺激して、えーま、攻められるリスクを高めるんだ、という人がいるんですけれども、はいうん、ありとあらゆる理屈が真逆のことを普通示すんですよね。うんえーま、防衛予算、または防衛の規模を下げて、 まあ、例えば日本はほとんど武器を持ってませんっていう状態になったら、はい、それは攻めやすいんだから攻めますよ。うんだって怖くないんですもん。うんで、一方で、えー、非常に高いレベルの武装をしていたら、こちらもただじゃ済まない、うんえー、わけですし、えー、この状態で日本がというか、どこの国、まあえー、西側諸国どこでも侵略戦争を開始しようっていう、はい、そこまでの軍事優位は持てないわけですから、うんえー、しっかりと、お アメリカだけではなく日本側もこれはもうぶつかっても絶対本気の戦争だけにはしたくないと思わせる体制っていうのは整えておかないといけないんですよね。さあ、うん、ではそんな中で東アジア情勢こちらのニュースです。今日日韓首脳会談安保対話再開へ。 岸田総理大臣は今日、韓国のユン・ソン・ヨル大統領と総理官邸で会談します。いわゆる徴用工まあ、ああ、きの大戦中の朝鮮半島出身の労働者、募集校をめぐる問題についての解決策の合意を踏まえて、両首脳は日韓を相互に訪問するシャトル外交の再開を確認する見通しです。ということだそうですか。はい。えー、こちらもですね、どう考えても、この極東における安全保障体制において、はい 韓国が、東側、つまり北朝鮮中国側に立って外交交渉、または外交の立場を取るってことは、ありえない話なんですよ。えー、なので、当然、ユン大統領としては、どうやってアメリカサイド、ないしは日本サイドの与党の一員として、えーまあ 極東アジアの安全保障を支えるか、はい、あという方向、また経済安保もそうですね、向かわなければいけない。ので、うん、まあ、なんとも、えー、まあ、重要といいますか、必要なあ一歩だとは思うんですけれども、はい、ここで韓国の場合、極めて、えー、厳しい問題がですね、はいえー、この大統領制の強さ、そして任期、えーまあの限定のされ方というのがちょっと特殊な部分がありまして、はい 大統領が変わると、いきなり別の国になったような外交姿勢を取ることがあるんです、ね、前のムン・ジェイン政権なんか、まさにそうですよね。で、すで経済安全保障体制においても、まあ、アメリカがあの半導体製造装置の輸出規制をしようって言ったときに、はい台湾あ、韓国の取り扱いが、ものすごく難しくなるんですよ。どうするんだと。はい まあ同盟国だからじゃあ、こっちに入れるかとなると、うん、だけど、そのね、いきなり同盟国なのかどうなのか、怪しくなることもあるっていう,う、政権が変わるとそうだ大変面白いのは、今、のアメリカの半導体の輸出規制、昨年秋に構想されていた段階だと、韓国系の企業について、年限を設けてるんですね、はい。はあ。なるほど。でこれってだからまあ政権が変わってはい 違うタイプの政権になったら、あの、ちょっとやっぱりね、うん、そこからストレートに中国に流れてしまっては困るわけなので、で、こういったところからやっぱりね、この大統領制、またはさらに言うと韓国一員制なんですよね。議会も。議会も。うん、っていうと、やっぱりこの、すごく変革が起きやすいっていい点もあると思います。ああうんなん。 まあいろんな、まあ経済もそうだし外交もそうだしの方針が、ストンと変わっちゃう。 っていう怖さもある真逆に言っちゃうそう。うん、でえ、長らく二大政党制を取ってきたアメリカであり、イギリス、こういったところは政権交代が起きても、さ、はい、まざまな政策の連続性を保つ仕組みっていうのが、歴史が長いですから、できてるんですが、この韓国はこのユン大統領の間に、はい、しっかりと蓄積した外交上のつながりっていうのを、次もつなげるんですか っていうのが課題になってくんだと思うんですよ、ね、んいやそこの部分はこのね、あのー、募集校をめぐる解決策の合意もそうだし、うん、まあ何度もゴールポストを動かされてる日本としてもそこ本当に大丈夫なのっていうのは常に思、ね、うと思うですね。難しい,いうのがその一方でやはりですね、うん、どう考えても韓国、はい、まあ 朝鮮半島の南部というのが、あしっかり、えー、こちら側、西側の地盤になっていかないと安全保障を保てない。 えーえー、こういった難しさもまだまだ残るんだなと思いますね、うんまあ。アメリカとしては台湾で何かあった時に北朝鮮もミサイル撃ってなんて二正面はできないよと。そうですね。現実的には思うわけですもんね。うんえー、今日、まあ、日韓首脳会談。まあ、その後の共同声明だとか宣言の成果文書取りまとめは見送る方向ということであります。えー、この時間、飯田恭之さんとお送りしてまいりました。日本放送でおきの方、この後も飯田さんにお付き合いいただきます。おはようニュースネットワークでした。 えー、今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。春闘回答日。 2023年春闘は昨日集中回答日を迎えました自動車や電気などの大手企業は基本給を底上げするベースアップベアやボーナス一時金などで労働組合側の要求に軒並み満額で回答しました急激な物価上昇を上回る水準を意識したことに加えて待遇改善で人材を確保する思惑もあり積極回答に踏み切ったと見られておりますえーまあ 総理もね、えー、ずっとこの賃上げ、えー、というものを要請して、き、うんまあ、昨日は政労使会議なども開かれておりました、うんはい、これはあの、以前からお話してきたように、製造業大手は、はい、もともと賃上げの余力はありましたあで、えー。なのになぜ上げてこなかったか、そこまで、はいえー、というと、上げる必要がなかったからです。えー、つまり、人手不足が深刻化長期化しないのに、はい、企業が賃上げをする。 といいうのはあんんまないんですねんだって別に上げなくても人が集まるんだったらなんで上げるのかよくわかんないうんだってこれコストじゃんとそう <laughs> で一方で人手不足であったり同業他社が上げ始めるとはいこれがあの三すくみみたいな話ですよね<ー>みんなが上げてなければうちも上げない上げ始めたらよそより、まあ、少なくともよそと同じぐらいには上げないとやばい っていう考え方に着火するこれで、えー、大抵ですね、こういう景気のいいニュースをお届けするときには、はい、え一方、中小企業は苦しいとか、中小企業には賃上げが波及しない、うん、えって言って、ニュースのトーンを暗くするという場合が多いんですけれども、はい、で中小企業にも確実に影響が出ています。うん、で中小企業経営者としては非常に厳しい ところなんですねここまでの賃上げ中小は対応できません,んじゃあどうするかで、えー、みんなの経営者って、はいえー、こういう時に「ああどうしよう」とか指くわえて見てる人はそもそも経営者ならないし慣<ー>れないんです。 一気に中小企業で、働き方の柔軟化であったり、はい、勤務体制の柔軟化みたいなものが一気にここ2年ぐらいで進んでます。うんねまあ、もちろん本当はあの中小企業の経営者の方も大手並みにドドンと値上げ、値上げじゃない、賃上げしたいんですよ。難しいじゃないですか。 うん収入の部分が、それに見合わないわけですもんね、うん、今のところは。え、まあ、だからどうするかというと、はい、例えばあ、勤務のフレキシビリティを高めたり、うどうやって働きやすい職場にしていくか。あさらに言うと、うんえー、今、日本における最大の人的資本の蓄積、まあ、眠っている、眠れる人的資本は、うん 30代、40代、既婚女性なんです。本当であれば、それこそ10年ぐらい正社員として、はいえー、または、えー、機関の従業員としてスキル積んできたけど、はい、子育てによって,て、えー、まあ、そのメインキャリアあ、メイン、あの、企業に、同じ企業に働き続けるにしても、はい、メインストリームから外れちゃってる。または一回まあ退職されている。 こういう人を呼び戻すときに、例えば、まあ、お子さんが、あまあ、ちょっと熱出た、ああ、っていうときに、急に休むっていうことをしやすい職場にしていこうとか。で、これって、はい、意外とお金をかける以上に、職場の雰囲気の話なんですね。つまり、あの、子供が熱出しました、休みますっていうときに、ち、はい、 かて、っ対応する職場と、はい、も,もちろん行きなさいよい。大丈夫う、ね、そう、大丈夫の職場。うん、これって、お金かからない。 いいんですよちゃんとどうやって雰囲気を変えていけるか、逆にお金をかけてもできない組織はできないんですそういうのって、確かに中小企業みたいに、ある意味、オーナーの雰囲気だけで変えられるっていう企業のが楽かもしれないすね。でそれすらも変えられない中小企業は、淘汰されていくんだと思います、やっぱり。ああなるほど。で、実際これ、ジャネット・イエレン、FRB の議長ですね。 このジャネット・ユーレンが1988年の論文でえまあずいぶん昔ですけれども後景気の恩恵というのは賃金であるよりもむしろこういった待遇面えまあ非貨幣的報酬というのに現れることが多いというまあ論文を旦那さんとお一緒に書いてるんですけれどもまさに大手はやっぱね金銭で報いよう。 できないいい工夫っててうのをしていくことをそうするとえ中にはねそっちの方が働きやすいから行きたいっていう人も出てくるんじゃないか時刻7時44分になるところですお送りしております「OK コージーアップ」お相手私日本放送アナウンサー飯田浩司と新葉一華がお送りしています今朝のコメンテーターは明治大学教授で経済学者飯田泰之さんです引き続きよろししくお願いますよろしくお願いします 続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ岸田総理、低所得世帯に一律3万円の現金給付検討を表明。 新たな物価高対策として岸田総理は昨日、低所得世帯への現金給付を検討する考えを表明しました。食料やエネルギー価格高騰の影響は、低所得世帯ほど大きめだと、大きいためだということで、一律3万円を支給するほか、子育て世帯には子供1人当たり5万円を上乗せする考えです。うん、公明党の石井幹事長と官邸であった際の発言であったということであります。ま、あの、公明党もね、ずっと、 と、子供、子育て世代の給付金っていうのを主張してきたところもあるので、はい。あの、まあまあ、与党内ではある程度合意ができていた話だとは思いますね。うんで、えー、こちら、給付型の政策というのは、 ある意味では正しいところがあります。うん、なぜかというと、え国民が、ああ、って言うとでっかい話だな。うん、一つ一つの個人が何を欲しがってるのか、うん、何が必要なのかって、まあわかんないんですよ。はい。人によってはどうしても、おまあパンが必要で、人によってはどうしてもお米を買いたい っていうのを政府が事前に決めてしまうんではなく、家計の判断に任せる、うん、ならば、現金で配った方がいいわけですよね、うん、現場。あの、そういった対応なので、決して方向性としては間違えてない。はい。ただまあ、3万円なんかのこのね、うん、なんでこの刻んでくるかな。 っていうところは、否めないんですね、ええええ。春蔵さんという方、業氏の方、メールいただきましたが、はい、このね、一律3万円給付について、4月の統一地方選に合わせて現金給付ヨ与党が提案してくるのは、明らかに選挙名手にしか見えないですと、うん、消費税の減税など、不公平感のない政策を政府にお願いしたいですと、いいう,ふうにいただきました,そうただね、実は私、選挙対策としても微妙だなと思っていて、うんうん、単純に言うとですね、はい、えー、 投票率は一つは年齢が上がるほど高いです。ああ、確かにそうですね。はい、そして、投票率、うん、年収が上がるほど高いです、ね。ああ、そういう側面もあるんですね。で、えっと考えるとね、はい、実は子育て給付とかあ、表にそんなに結びつくわけでもない。となると、どういうことかというと、はい、直接的な利害よりも、うん、頑張ってやってますかん。 っていなので何かあの物価高に対して何もしてないじゃないかと言われたくないっていうのがちょっと大きいのかなと思っちゃったりしてなるほどでえ実際この低所得世帯の生活改善に何が必要かって言ったらやはり労働市場が活発化すること。 その結果として、賃金が上がる会社は上がる、うん、そして、うん、別の働きやすさが高まる、うんはいで、過去10年間の実績で、やはり今、2010年代半ばから、ずっとあの子どもの貧困率が下がってきてるんですね、いいことなんですよ、それはやっぱり、労働市場改善の影響が大きいと。あ 親の収入が上がってきていたりとか、ね、収入詐欺が出たりとか、そう、出てきて。単純に言うと、あの、やはり、この貧困、うん、っこっちは、あの、今回は低所得ですけれども、はい、むしろ貧困というレベルですと、一番は、働けないが原因であることが多いんです。で、さすがにね、高か不高か、日本ずっと経済良くないですが、はい。ちゃんと働いて食えない国ではないんです。 ですよこれはいい、その結果ですね、っていうとね、うん、いやいや、働いてもワーキングプアワっていう人がいるんですけれども、ストレートに言うと、ま、週5日間、えー、職を得られて食えないっていう社会ではないです、うん、もしそうだという人がいたら、それは、ね、ちょっと支出の中身、または負債について、うん、借金についての整理っていう、ちょっと別のカテゴリーの話になるはずなんですね。うん で、だからこそ、労働市場がいいと、例えばシングルで子育てをされている方でも、うん、選択的な時間を選んだり、うん、フレキシブルな働き方で、まあ、最低限の所得というのが得られるようになる。うん、で、そういったところをどうやって、要は、景気の良い状態っていうのをどう作っていくか、うん、こういったところが課題になっていくと思います。うん、だからね、3万円。 さらに言うとこういう給付金って要はあの会社で言うとね部屋の代わりに一時金でごまかされましたみたいなところがありますからじゃあ部屋は何ですかって言ったらまあ減税なるんじゃないんですかね。確かにその方がが、ね、分所得が直接こう、うん きちんと残ってくれると。うん。いやー、本当そういう意味では、こう、補助金であるとか、うん、ま、追加の、この物価高対策も、うん、そういうことはやるけど、税には手つけないですね、この政権は。ま、つけないでしょうね。<laughs> つけないでしょうね。うん、インセンティブ的にも難しいですけあ、まあ、上げる方向でつける可能性はなきにしも。ああ、そっちの。うん、うーん。 本当、金融の部分も引き締めになるんじゃないかとか、なんかあんまりな、るい話題が出てこないんですが。うん、そうなんです。でも、今回、え、アメリカ、あ、そして、え、ヨーロッパ、あ、での金融機関の、経営破綻、はい、また経営危機、いずれも金利の上げ方のペースが早すぎたことが原因なんですね。で、こんだけ、先行事例が、金利の急な引き上げはダメだよ、と。 はい、でさらにアメリカ、ヨーロッパではすでに物価上昇率が鈍りブリ始めてるよ、うんこんだけサイン出てる中で、はい、金利の引き上げを急げて言ってる人たちは、私、何を、うんえー、根拠に言ってるのか、よくわかんないです、ね、うん,なんかそれをね、正常化というような言葉ことばだからそれはねあのー。 国債の利回りが高くなったり、あとは国債が上がったり下がったりする方が債権をトレードしてる人にはいいかもしれないですけれども、決して金融界でもメジャー、人数が多いとは言えない人たちの利害で政策を動かす意味はない。日本のメディアが何が悪いって、その債権を取り扱ってる業者の人が出てきて債権の政策、金利の政策の話していて、 そりゃ、ご商売ですからな、と。あのー、<laughs> そういうポジションでトークするわなと。何利害関係者出てきて政策語ってんだ。バカじゃねえかって思うんですよ。ええー。スクープアップ、現金給付検討表明という岸田総理のお話。まあ、そこからね、えー、経済金融政策についてもお話しいただきました。このコーナー含めて、えー、ポッドキャスト、YouTube ラジコ、タイムフリーでも配信してまいります。番組ホームページご覧ください。